岡田都也は、和歌山県日高郡三浜町出身のプロ野球選手。左投げ左打、中日ドラゴンズ所属。1991年に、和歌山県日高郡三浜町で生まれる。小学2年から、松原少年野球クラブで、外野手として野球を始める。松陽中学時代は、日高マリナーズに所属し、2年から本格的に、投手としてプレーする。 三年春には、ボーイズ、関西選抜に選ばれ、筒子義友らと共に、世界大会に出場した。智弁和歌山高等学校では一年春から、ベンチ入りし、夏には、県大会準決勝、決勝、甲子園に出場し、一年生で唯一のベンチ入りを果たす。初戦の対戦台育英高等学校戦で先発し、佐藤祐希と投げ合って3回1、3を投げて、 ヒアンダさん脱三振さん四死球2.2失点で敗戦。その後も2年春、夏と3期連続で甲子園に出場。背番号10ながらも AS として活躍し、連続8強入り。2年夏の甲子園では3回戦まで、自責点0。4試合を投げて、防御率1.240と高騰し、チームのベスト8入りに貢献した。3年夏は、 予選で32回1、3イニング無失点、44、脱三振という内容で甲子園に出場したが、甲子園では体調不良により本来の投球ができなかった。しかし初戦をカンプルで飾るなど、不調に苦しみながらも甲子園では3試合37、脱三振と存在感を見せつけ、その後の全日本選抜チームに選ばれた。 日米新前高校野球派遣前に練習試合で大学生相手に3回無安打7三振無失点で高騰し全日本選抜のエースに選ばれた。智弁和歌山高校時代は異例の絶対的エースとしてマウンドを守った。監督の高島ひ氏が例年複数投手制を採用する中、岡田のみは絶対的エースとして君臨した。そのためかメディアから 下級政治には、高島監督の秘蔵っ子、最後の夏は、夏の申し子と呼ばれた。スカウトも、岩瀬一則二世と絶賛していた。高校の一学年先輩に、坂口正樹、一学年後輩に、西川春樹がいる。2009年10月29日、ドラフト会議で中日ドラゴンズから菊池武士の、外れ一位として、指名を受ける。背番号は、前年オフに、 MLB のアトランタブレーブスに移籍した川上健心が着用していた11に決定。入団会見で AS として活躍したいので少しでも近づけるように技術を磨いてしっかりやっていきたいと意気込みを語った。2012年まで一軍登板がなかった。同年5月12日には結婚が発表され、オフには川上健心の中日復帰に伴い、 背番号を同年にボルチモアオリオールズに移籍したチェンが着用していた21に変更した。2013年、開幕2戦目となる3月30日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で1軍初登板を果たし、2回をヒア安打1打三振2の無失点に抑えた。4月3日の対阪神タイガース戦では先発した中田健一の乱調により、5回に リリーフ登板して1回を三者凡退に抑えた。チームはその後逆転したため勝利投手となり、プロ入り初勝利となった。この後も安定した投球を続け、飛躍の1年となった。2014年、先発投手陣が手薄だったことからキャンプより先発の調整に取り組む。オープン戦で結果を出し替幕ローテーション入りを果たす。炎上、高騰を繰り返すが、 不安定なまま防御率が悪化し、先発ローテーションから外れてしまう。その後、ファームでリリーフとしての調整を経て、一軍復帰。一軍復帰後は安定した投球を見せ、リリーフのままシーズンを終えた。2015年、開幕を二軍で迎えたが、ほどなくして一軍に昇格する。序盤は、登板感覚が非常に空き調整が難しかったが、高騰を続けた。 交流戦以降登板回数は増えるが、基本的にはビハインド時の登板でホールド数やセーブ数を稼ぐことはできなかった。交代後の投手が打たれ、岡田に実績点がつくことがあったが、シーズンを通して非常に良い投球を続け、50試合登板で防御率は1点台でシーズンを終えた。2016年開幕当初打ち込まれ、2軍で調整を強いられる。 その後は、金差のビハインドでの登板という役割が与えられる。5月、6月と徐々に調子を上げていき、6月は月間防御率1.08を記録し、その後は勝ちパターンのリリーフになる。オフの10月24日に出場登録を抹消された菅野智之の代替選手として、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ。 代表強化試合の日本代表に選出された。日本 VS オランダ戦に、無視1、2塁で投板。1、4、1、2塁で、自らの冒頭で2、3塁のピンチを招くも無視点で、切り抜け、勝ち投手となった。2017年1月24日に、2017、ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出されたことが発表された。ペナントシーズンは、投手から不調で、 血行障害の手術に踏み切り、1年間治療に専念した。2018年、中継ぎとして血行障害から復帰し、防御率は5.06だったものの27試合に登板した。2019年は抑えを務めるライデル・マルティネスが、国際大会出場に伴い長期離脱を余儀なくされ、復帰までの抑えを担うことになった。 7月23日の対広島東洋カープ戦では2点差の9回、サビール・バティスタに同点ホームランを被弾、また7月30日の対阪神戦では入団して、間もないアンハービス・ソラーにサヨナラ玉を浴びるなどしたが、終わってみれば13セーブを挙げ、守護神として一定の活躍をした。2020年は開幕から抑えを務めるも、投球に制裁を書き抑えの座を剥奪された。 防御率は前年より悪化し4.88だったものの、脱三振率は10.13と高い水準だった。平均球速約時速 140km、最速時速 149km のストレートと微妙に曲がるシュートスライダーを駆使する。20歳の時点ですでに結婚しており、2012年10月29日に第1子となる長女が誕生している。 男性5人組コーラスグループ、ラブの楽曲、10年先の僕へのミュージックビデオに出演している。入団時に10年後の日本代表入りを目標として語ったが、2016年11月の侍ジャパン強化試合及び2017年3月の WBC の日本代表に選ばれたことで、10年と待たずして目標を達成した。夫婦揃ってトリプル a の大ファン。 ありがとうございます。